はい、皆さんこんにちは、ワンタンメンクマちゃんです。今日もゲストポーちゃんに来てもらってます。はい、皆さんこんにちは、金秋の太陽ポーちゃんでございます。今日はね、ちょっとね、はい、まあ、私たちが中国人が感じるその日本人のここすごいなみたいな、はい、ちょっと日本人の尊敬できるところをちょっと話していこうかなと思ってて、はい、というのも私が先日までですね、ちょっとヨーロッパの方に旅行に行ってたんですよ。お、海外に行って気づく日本の良さ。おー、そういうのがあって、はいはいはい、そうで、それで一個思ったのが、はい、日本の人って外国人にめちゃくちゃ優しいなって。あー、それ、めちゃくちゃ言えてます。そう、本当に優しい。なぜかっていうと、はい、まず海外の人がもし、じゃあなんか道わからないってなったら、はいはいはい、その拙い英語で、はい、ちゃんと説明してあげる優しさ、はいはいはい、そう、相手に分かってほしい、なんか困ってほしくないっていう、で、拙い英語で案内して、はい、で、中にはそのちゃんと途中までね、もうここの道をこう行ってって、はいはい、途中まで行きますよみたいな、はいはいはい、そういう方もいるじゃないですか、はいはいはい、そう。だけどそのヨーロッパだと本当にまず言葉が通じないと思うんみたいなってなっちゃう人も、あ、結構冷たい感じですね。そういて、はいはい、特にそのサービス業でいろいろ話してんだけど、はい、向こうがあこの人通じないなと思ったらもう明らかになんかうんみたいな、肩落としてもうどうしようもないみたいな、そういう顔をするわけよ。はい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 、ああ、それちょっと、ああ、ちょっとショックやな。ショックよね。でも日本って、はい、わざわざ外国人専用窓口もあるぐらいじゃないですか、うん、特に最近渋谷とか新宿、はい、まあ、そういう観光地はもう特に外国人専用のインフォメーションサービスデスクがあって、はい、ちゃんとその辺の対応もすごいしっかりしてるし、はい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 、そう、それがマジで海外だとやっぱない、言葉できないと仕方ないねで終わっちゃう。そうですね。俺はもう本当経験があって、俺初めて日本来た時、遊びに来た時一人で、うん、で日本語も下手くそだし、でもなんかね、お姉ちゃんから化粧品買ってって頼まれたから、うん、写真しか持ってなくて、うん、で、ドンキ行ったんですね。で、あの時ドンキでちょっとギャルのおじさんがいて、ギャルのすいません、これはどこですかって言ったら、うん、ちゃんとね、ついてきてみたいな感じで、うん、そうそこまでついてきて、これですかみたいな、俺の写真を持って探してくれたりとかして、なんだろう、警戒心というか、なんだろう、優しいよね。そう本当に勧誘というか、もう心の余裕がめちゃくちゃ感じるし、で、プラスこれも俺のチャンネル結構言ってたんですけど、うん、俺中学の時田舎から都会で転校して、うん、でそれで出身の原因で差別されてきて、40分くらいの距離でもう差別されるから、もう日本行ったら絶対差別されるってもう心決めてるから、うん、でも専門学校入ったらみんなそういうの全くなくて、あ、今も付き合ってるんです、専門学校の友達と。確かに日本ってさ、出身地がどこだからなんか田舎だねとかないよね、うん、むしろ田舎の方が、そうなんだ、自然がいっぱいあっていいねみたいな、そうその田舎出身に対するちょっと憧れみたいなのすらあるよね、都会の人は。そうだからやっぱね、なんだろう、出身はあんまりちょっとそういう、偏見とかなくて、 そこがね、俺もちょっと言いたいんだよな、いい出身とかそんな、ね、尊敬できる。でもこれよく考えたら確かにすごいところですよ。やっぱね、見ず知らない人、出身も分からない人とか、うんうん、なおさらもう中国で結構ぶっちゃけ日本イメージ悪いじゃん。そうね。なのにあんだけちょっとね、優しくいろいろ教えてくれたり、もうこれはもうマジですごいなと。いや、嬉しいよね。俺あの学校は中退したんですよ、1年で中退して、で、お笑いの学校行ったんですね、うん、そう。でもやっぱね、その時のつながりもちゃんとつながれて、もうすぐ10年、7年、8年ぐらいなんです、うん、先週まで毎週徹夜してたわ。徹夜そう、徹夜まちゃん、うん、で、お笑いやってる時もライブとか見に来てくれるから、おー、集客しなきゃいけないじゃん。それで来てくれる友達って結構本当の友達だよね。そうだから今のクラスの友達も呼んできてくれて、お客さんが、チャイニーちゃん今日何人か来たみたいな感じで、相方は0人かなぜか中国人の人がね、十何人呼んだのに相方が0人なんて言うねそう、でも本当にその偏見の目がないっていうのはめっちゃ思う。職業についても全然偏見ないっていうか、うん、おー、職業か。職業、はー、あー、確かに。だって
日本でさ、例えば駅のトイレとか公衆トイレ掃除してるあのおじちゃんおばちゃんとか行っても、はい、日本の人はむしろさ、ありがとうございますって言うでしょ。あ、そうだね、うちの友達めっちゃ言うわ。そう、綺麗にしてくれてありがとうみたいな。はい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 、はい、でも中国でやっぱりそのトイレの掃除とかそういう体力仕事ってなるとなんかこう、あ、じゃあ汚いとか汚い、下見、下、やっぱ下に見てる人が多いよね。まずありがとうなんて絶対言わない。言わないっす。なんかやってくれて当たり前っていうか、それが仕事なんだから当たり前でしょみたいな、はいはい、そうです。あの日本ってさ、お掃除の仕事でも別に特別金額が低いってことはないと思う。ああ、まあ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 。だけど中国だと本当にお掃除の仕事って平均の仕事よりもだいぶ下がる、はい、ああ、なるほどね。そこはなんかアメリカに似てる感じかなと思って。そうかもしれない。アメリカだってなんだろう、結構あのお金持ち の, あの社長とかも、うん、あの普通にバーのアルバイトにあのナンパしたりとかするんじゃない。そういう感覚かなと思ったんですね。日本って本当にそのお掃除でも、まあ、アルバイトだと普通に1000円以上はいくっていうか、その最低賃金以上は絶対あるし、そう結局換算すれば会社員とそんな変わらないですよね。そんな変わらないし、むしろね、場所によってはまあまあ高いところもあったりとか。でも中国だとそのお掃除とかそういう体力仕事ってまあ平均のサラリーマン、その会社勤めの人よりは大体下、うん、私なんか募集要項見たのよ、あの中国に帰った時に張り紙が貼ってあって、はい、確かそのまずお店のホールのスタッフが確か、3000元、内陸の方なんで、まだまだ給与がまあ少ないというか、3000元ホールがね。でだったらうちの地元はもっと低い。嘘、うち地元めっちゃ田舎だから、そう、多分もっと低い。3000元でも高いってなる。そうです。え、うちのお父さんあの月2000元ですから。あ、本当に。そうです。そう、なんか3000元がなんか平均みたいなんで、ただあの管理職マネージャーになると一気に6000元差と、倍違うんだよ。はいはいはい、はい、そんなことあるって思うよね。日本でマネージャー募集とじゃあ普通の社員募集でそんな倍違うことって、うん、多分そこまでそこまでないよね。跳ねないっすよ。そう、そう。そしてさらにお掃除の方、清掃員、はいはい、2000元。おお、清掃員の方はもっと少ない。やっぱ、あ、なるほどね。そう考えたら職が、そう、職、職の差別、底辺職で言われてるっすね。そういうあの清掃員、そういう、そう、清掃員は中国ではそういうふうに言われてるから、はいはい、だから日本ではそういう意味では職業の差別ってあんまりない。なんだろうね、なんか仕事とあの給料のあのなんだろう、いいバランス取れてるんだよ。そうね、そうね。中国はじゃ あ, あのトイレ掃除とかそういう体力めっちゃ使う仕事なのに、うん、給料そんな取れないじゃん。そうなの。中国ではもう結構あの頭が良くないとつけない、はいはいはい、学歴がないと給料が高くない仕事があまりにも多すぎて。そうです、そうです。だから俺は向いてないんですよ、中国。バイトとかやってたんですか。やってた、やってた。そう、でそういう時なんか嫌な目とか 見られないですか。いや、特にないかな。俺はね、あの、まあ、俺やってる地域が悪いかもしれないんですけど、うん、俺あの亀戸とか錦糸であのアルバイトしてた時はね、うん、あのサラリーマンマジで態度悪かったんです。そうなんだ。めっちゃ差別してくる、まあ、多分中国人プラスただのアルバイトだからめっちゃ下見してくる。そういう人もいるんだね。そう、いや、いますよ、いますよ。まあ、多分あの日頃 の, あのストレスあるから、うん、だから俺はそのストレスを受け止めてあの回収してあげてるっていう仕事関連で、はい、ここから一個はやっぱり日本人は仕事に対する態度、給料がどんぐらいあっても仕事に対する態度は一緒っていうところがすごいなと思って。真面目ってこと？真面目。そうだ、例えばさ、今回の案件であの100万でやるんじゃん、全額で、で次の案件20万で、じゃあもうあの同じく真面目でやる。だから仕事に対する熱意は一緒、どんだけもらっても。って変わらないってこと。僕最近ちょっと翻訳の仕事もちょこちょこやってて、うん、やっぱね、中国の側の人からは、いや、お前今回こんなあの値段でなのに前回みたいな要求してくるのみたいな、いや仕事ですけどみたいな感じで言ってるんですね。だからやっぱそこ見てると、やっぱあ、中国人は金によって仕事の態度にあの変わるなと思って。そういう、そうそうそう、だからちょっとそこはちょっとがっかりしたんですね。まあもちろん値段が違っても一緒 の, あの熱意でやってくれる人もいるし、でも大体はやっぱね、今回の案件低いから俺もちょっとあの手抜きとかしようとして、やっぱね、こっちからチェックするとやっぱ分かるから、うん、で、あのその上 の, あの頼んでくれた社長聞くと、
いや日本はどんだけあの値段近くてもそういうことはしないよって。そうねそうね。そうそうそう、だからここはそうすごくなんかすげえな日本って思ったんです。あー、わかる。そう、でも仕事関連でさ思ったのは、うん、やっぱ日本人のビジネス上のイエスってちゃんとしたイエスなんだよ。そうですそうです。あの中国人と仕事の話してるとめっちゃ展開は早いよ、はい、あのこれできますかってきっとあできるできるみたいな、はいはいはい、で結局じゃあできるのかってなると、はい、結果的には俺らが思った程度は達してないからそう達してないの。私もなんか前中国人の人と仕事のやり取りで、はい、向こうから依頼が来て、はいはい、なんかこのブランドのこのモデルをやってほしいとか、はい、この撮影をいついつやってほしいみたいなのが来たの、はいはいはい、でこっちは金額も聞いて、あいいじゃないいいじゃないですかって、はいはい、何日何日空いてますよって、はいはい、あ分かりましたじゃあ日程調整したら連絡しますねって言って、はい、1回も返事来ない。はい、いや、よくあるんです。よくある。しかもそれに対してあの日程調整できなくてすいませんもないし、はいはい、そのせめてダメになったらさ、日本の人だったらちゃんとあのこういう理由で今回はダメになりましたとか、はいはいはい、まあ、ちゃんとダメになったことを教えてくれるんだけど、中国の人はこの仕事やり取りでダメになったこともすらも教えてくれない。そうです。もうなかったことにされちゃうから。うそうですそうです。そうそう、だそういう意味では、まあ、日本の人はさよく仕事のやり取りで、うん、なんか海外の人は日本はすごい時間かかるって言うけど、でもその代わりちゃんとやるものはそうです、そうすごいいいクオリティ出してくれるし、そうです、一回やるって決めたらちゃんとやるから。うん、そう、やっぱまあまあ気持ちはわかるよ。でもその金欲しいなのに仕事に半分の力しか出さないっていうところはちょっと僕はダメだと思いますね。あとね、めっちゃ思うのが、はい、日本の人って本当に自制心すごいあるよね。自制心自制心自制心、あの自分をちゃんとコントロールできる力。おー、これも日本のホテルに泊まって思ったのが、はい、いろんな旅行に行くんだけどさ、日本のホテルってアメニティめっちゃ置いてあるわけよ。あなんか1階に、はいはいはい、まあ、ロビーの場所に、はい、もうあの髪の毛のゴムとか、あシャンプーとかね、シャンプー、そうそうそうとか、はいはい、歯ブラシとか、はい、もういろんなものが置いてあるわけじゃない、はい、でそれをちゃんと日本の人って必要な分だけ取ってくんだよね。ああ、取りすぎない。確かに後ろおかんだったら3つ取るね。めっちゃ取るいや中国の人もめっちゃ取るんよ。うん、取るよね。うちの親戚がそう日本に、中国から日本にね今回遊びに来たんだけど、はい、コロナが明けて、はい、すごい言ってた、はい、え、こんなの中国で置いたら一瞬でなくなるよって言ってた。そうだよ、そうだよ、マジでマジでそれなんですよ。そう、だから日本の人ってすごいよね。そのいっぱい持って帰れるね、はい、そういう状況でも、はい、ちゃんと自分の必要な分だけを持って帰るってい う、いやこれはすごいのは、日本人から日本人への信頼の関係があるからそういうことができるんですよ。そうよね、そうもうあの暗黙のルールみたいな感じだから、そうよね、中国は確かにあの欲しかったら言ってみたいなが多いです、うん、そう欲しかったら言ってでそれで渡すみたいな。そう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 、そこに置かれたらもう中国だったらもうこれは全部取って帰っていいみたいな。そう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 、そういう意味ですから、そういう意味に取られちゃうから。確かに自制心あるなと思って。うん、俺もあの財布が盗まる前まではちょっとあの自制心があのすごいと思ってたけど、でも俺やっぱ盗まれましたね。あら、そう、それどこで？ジムで。ジムか。会員、そうだから今はあの泥棒と一緒に筋トレしてることになってるから。泥棒、え、それさ防犯カメラとかに、あのたまたま更衣室にあるから、ロッカールームが、うん、だからそれはもうあの撮られてないから。あ、防犯カメラついてないのか。自分で結構あの財布忘れるのそれは仕方ないんですけど、うんうん、ロッカーに置いたものをそのまま取っていくのはちょっとさすがにちょっと俺、あ、どこ行ってもダメなやつはダメだなって。ダメなやつはいるんだね。そうそうそう、それ鍵かけてなかった。そう、鍵はかけてなかった。でもあのちゃんと閉まってたんですけど、そう、ね、まあ、多分ね、開けて、あ、財布あったらじゃあ取っちゃおうっていう、そう、最初あ俺自分のせいだと思ってるんですけど、やっぱね、うん、日本人の視聴者から言われて、いやそれはダメですよ、それ許しちゃダメです、うん、でもそれはさ自分のせいじゃない、うん、あのポーちゃんのせいじゃない、それはその人は悪いってちゃんと言える日本人もすごい、うん、あ、そう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 、中国だったら多分だけど、はいはい、もうなんで鍵閉めないんだよみたいな、うちのおかん、そう、自分のせいでしょみたいな。そうそうそう、絶対そっちの反応の方が多いから。あ、そうだから俺はいつもこういうことあると、あ、とりあえず、まあ、自分のせいにするんやけどでもね、やっぱね、あのメンタルやられすぎて生意識してたらいや、ポーチのせいじゃないよ、理性的に考えたら確かに。そうだよ、ポーチのせいじゃない。そうということで、はい、今日の動画は、まあ、こんな感じで終わりにしようと思います、はいはい。もし皆さんこの動画少しでも楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録、あとコメントもね、はい、お待ちしています。お願いします。はい、ポーちゃんのチャンネルも概要欄にありますので、はい、ぜひチェックしてください。はい、私も出てます。はい、お願いします。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。はい、また。はい、バイバイ。